あの子ご家族もみんな亡くなっちゃったじゃない。だから無縁仏になってんだって。大塚さんにお会いして話してみたいな、この映画面白いかもなって思ったのは、やっぱり企画書に大塚さんが書いてたこの映画を撮りたい理由だったりテーマっていうのが、ちょうどその時僕が日常的に考えていたこととすごいリンクした部分がありまして、それが何だろう、物事が時とともに次々とこう風化していって、また次の話題になってっていうのがあまりにも早すぎるし、自分で言ったらその何だろう、その時に感じた痛みとか辛さとか匂いとか、なんかそういうものをなるべく覚えておきたいなと思って、その当時すごくなんだろう、そこに敏感になっててですね、なんかノートに逐一なんか感じたことを書くようにしてた時期だったんですね。自分自身そんな失恋したことを一生引きずってたら絶対生きてはいけないんで、まあ、忘れるし、無意識的にやっぱりそうじゃないと生きていけないから忘れていくんだけど、だけど そこに対しての違和感はあるよっていうのが企画書に書いてあって、ああまさに今自分が感じていることと一緒だなと思って、忘却していくみたいなことに対する危機感みたいなものっていうのは、やっぱなんか きっかけがあったんですか、じゃあその前から。僕は結構衝撃を受けたのはやっぱり小学生の頃ですね。親に叩き起こされてテレビでリアルタイムで見たのがやっぱり 9.11 だったんで、やっぱそれすごい自分の中では衝撃的だったんですけど、ただ自分の生活は何も変わることがなく、18歳ぐらいでニューヨークに行く機会があったんですけど、グランドゼロに行った時にもうまあ真っさらな綺麗な状態で、なんか新しいモニュメントとか当たってて、僕はのうのうと生きてて今ここに来た、だけどここに住んでる人たちはこのモニュメントができるまでにどういう生活を続けてきたんだろう、それは同じ時間なのにっていうことのなんか違和感っていうのはすごい感じてて、本作での、はい、まあ、テーマモチーフっていうのが、まあ、心の中でリンクしてくるみたいなところってはもう全然ありましたね。やっぱりその311もそうだったっすけど、僕もその福島に行ったのはその何年後かなんで、やっぱりその監督が自分らがのうのうと生きているという、そして自分に対する嫌悪感みたいなのはすごく感じていて、そしてそこに対して怒りもあり、でもやっぱセリフが強烈だったんで、原発もメルトダウンしてっていうことって普段生きてて使わない言葉だし、あったことをなかったことにできないっていう言葉とか出てくるじゃないですか。やっぱり結構単純にお芝居しててもすごく心にガッとはきますよね。現場で監督とディスカッションみたいなのされました？結構しました。この役がそれぞれどういうふうに生きてきて、なぜこう思っているのかっていうのを、大塚さんはそのシーンを撮る前に絶対みんなを集めて説明するんですね。で、それってまあなかなか映画の現場で行われることが少ない、特に日本ではというのは、お金の問題もありますし、時間の問題もありますし、なかなかそういうディスカッションできる場は少ないので、まあ、それはすごい新鮮だったんですけど、まあ、と同時にやっぱり本を読んで、じゃあこの役はどう思うだろう、じゃあこうやってみようっていうのをやっぱり現場前に準備してきているので、監督がじゃあ皆さん僕はこうしたいからお願いします、こういう動きでこういうあれでお願いしますって言った時に、やっぱり喧嘩にはなりますよねまあ僕は監督と監督っつって話せたからよかったんですけど、まあそれを言えない、方、言わない方もいらっしゃいますし、みんなそれぞれ思いがある中で、やっぱ川瀬さんが途中で「おい大塚、お前この野郎」みたいな、「お前は人を信じてねえんだよ、役者をもっと信じろ、お前が動かすだけじゃねえんだよ」ことでカッてこうカツを入れて、で大塚さんも「いや分かってます」みたいな、それ本当重々承知なんですけどみたいな、で大塚さんもやっぱりそのね、分かってるんだけどそれができないという、そのお母さんもだって悪役になるわけだから、
そう悪役を買ってやってくれてるわけだし、うん、だからどこのシーンが印象に残ってるっていうよりはまあなんかそういう、うん、ほぼ全部のシーンそれだったんで、うん、一回上映が中止になってこのコロナで今映画界がちょっとずつちょっと復活しつつ、そうですね、ある機運のみんなの志もそうですけど映画館が復活しつつある中の一本の作品としてこの作品が上映されるっていうことがものすごく意味深にな、はい、僕も、2ヶ月の自粛期間を経てもう仕事も撮影も結構始まってるんですけれども考えずにはいられないのでその日常生活をしててもコロナも今後時間が経ていろんなものが解決されると同時に、うん、同じようなことにならなくもないんじゃないかっていう危惧は多少ありますよね、うん、全然ありますねやっぱり、うん、記憶の改ざんであったり本当に風化するっていうのはすごい怖いことだし本当にあったとされる事実や真実がどんどんこう時とともに曲げられていくし、うん、どっちが本当なのみたいな風にはなってきますよね本当この映画のようにだからこの時期に公開の時期も遅れてこの映画がっていうのはなんかすごい必然のような気もしてますし皆さんこんにちは、横須賀キタンという映画で、春樹という役をやりました小林隆二と申しますこの作品は普段皆さん、僕自身もそうなんですけども、生きていて物事だったり事件に対する、風化またそれに対する記憶の改ざんであったり、無意識的に自分たちが行ってしまっていることでそこに対しての違和感があって皆さん生きていると思うんですけれどもそういうことをもう一度考え直す機会になる、作品かなと思ってます、これだけ聞くとちょっと重い感じになるんですけどもそれを、エンターテインメントとしてお届けできると思っておりますので皆様ぜひご覧ください加減近くのお墓建ててあげたくってほらあの子ご家族もみんな亡くなっちゃったじゃないだから無縁仏になってんだって墓、うん、何あいつ死んだの走らせた後ろからゴーッと音と助けてって声がブル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 忘れたくないことを忘れた静香さんの人生は静香さんのもんじゃなくなりますよギリギリなんだよ回らないものを無理くり回してんだこれ私の顔じゃない幽霊みたい